さて次の質問に移ります。いつも拝見しています。最近ドラマで吉田松陰をやるのですが、うん、吉田松陰の羽織にある家紋はハーケンクロイツではないでしょうか。松陰神社の門もそうです。ヤタガラスとか何か関係するのでしょうか。もともとあの万字っていうのは、はい、ドイツと関係ないんだよ全然、うん、あれはもちろんアジア、はい、うん、に類するもので、うんうん、で大体あの 右と左とがあってね、特に日本のお寺の地図なんかでね、はい、うん、あれは全く真逆ですよ、反転させてますから。で日本の場合は家紋とかがあるとこうクッとこう曲げるんだよね、はい、あの90度45度か、うん、こうさせる。これは日本の家紋の特徴の一つで、うん、だから、うん、そう思われても変だな、おかしくはないかもしれないけど、もともとハーケンクロイツっていうのはそういう意味で言うとな、万字の裏万字、逆万字ね、で左回りと右回りがあって、右回りは平和、左回りは戦争という意味があるのね、うん、それをわざわざドイツが掲げたということはもうこれは本気でもう戦争やる気でいたって最初からね、その象徴だな。であの国旗、いや失礼、まあ、僕はまあ別のところも書いたけど、うん、ハーケンクロイツは赤字に白、あれ日の丸と全く同じ比率で白地の赤を逆転させてるんですよ、はい、で万字も裏返してるし、あれは日本があのシンボルマークに関する限り日本のある連中が変わってるんです。緑竜会って言うんだけど、まあ、この辺の話すとまた長くなるから、はい、うん、だから全く無関係じゃないけど、はい、吉田松陰の場合は、まあ、そういうナチスと全然時代も違うし、まあ、関係ないということを言っておきましょう。はい、ありがとうございます。続いて飛鳥先生、スタッフの皆さんこんばんは。飛鳥先生はご存知かと思いますが、 YouTube でロシアが1972年に有人火星探査を行っていた証拠映像が公開されています。映像自体は4年前から公開されており、新しい情報ではないのですが、極めてよくできた映像なので本物かどうかずっとと気になっていました。飛鳥先生の見解をお聞かせいただければと思います。その類はいくつかあるんだけど、まあ、一番有名なのが第三の選択っていうね、中で使われたやつでね、はい、うん、赤い砂漠に